紹介に完全密着。そこには数々の驚愕種目が。しかし横峯はこれこそ子供を最も成長させる幼児教育の原点だという。みんな赤ちゃんは使え、保育園は子供を勝手に自立するようになってるんです。さらに現在横峯式保育園の数は360人。その中で関東にある保育園も調査。そこには独自に発展する横峯式があった。そして本日の昼立つは、食べ過ぎた時の対処法。焼肉を食べ過ぎたら、パスタを食べ過ぎたらをプラスすることで食べ過ぎた分を帳消しにすることができます。その秘密は食後の飲み物にあった。とその前に、放送するたびに大反響を呼ぶ横峯式教育法。そこには常識では考えられない幼児教育の秘密が。勉強では3歳児で小学校の国語の教科書を読み、運動では4歳児の全員が逆立ち歩きをマスター。さらに音楽では絶対音感を身につけ合奏までこなす。そんなスーパーエンジンを育てる横峯式教育法の提唱者、横峯義史64歳、あのプロゴルファー横峯さくらの叔父でもある。やっぱり子供って本来学びたいんだけれども、だけど大人の関わり方によって一番大事な意欲、やる気、好奇心、これをですね、結局大人は教えてるつもりなんだけども、子供にとっては押し付けられてると。そんな横峯式教育法の鉄則、自分で泳げた。それは子供を教えて育てるのではなく、やる気にさせる4つのスイッチを入れるだけで子供の自主性に任せるというもの。しかしこの教育法に対して世のママたちは、今すぐ入れたい、ただのスパルタじゃないのと賛否両論。では実際に通わせている保護者の方に話を聞くと、単純に勉強だけさせたいとか英才教育をさせたいっていうために横峯式に入れたんじゃなくって、心も体も鍛えられるところに行きたいなと思って。今回はそんなスーパーエンジンを育てる横峯式教育の集大成となる運動会に密着取材。さらに実は関東にもあった横峯式保育園に潜入調査。するとそこでは本家横峯式を超える都会ならではの独自の工夫があった。ということでまずはこちらから、横峯式運動会。その内容は一般的な保育園とはもちろん大きく異なる。なぜなら3園の合同の陸上競技大会をやろうと。ゲームじゃないんですよ、競技なんですよ、私のところは。それで勝って成功体験ですよ。鹿児島県志布志市にある横峯式の3つの園が一堂に会し、日頃鍛えた体でとことん勝ちにこだわる運動会。戦うのは春に小学生となる年長クラスの子供たち。その意気込みは、勝つの、桜が勝つ。どこに勝ちたい？自分に勝ちたい。生半可なものではないようだ。子供はより一層自立にですね、弾みがつきますんで、しっかりしてきますんでね。過酷ですもん。それでは横峯が言う過酷な運動会、その全貌をご覧いただこう。まず最初は逆立ち走り競争。横峯式では壁逆立ちを3歳からスタート。これは幼児期に腕の怪我が多いことに気づいた横峯が腕を鍛えるために始めた。その後逆立ち状態で腕を交互に離す手踏みをすることで、4歳児にして全員が逆立ち歩きを習得。
さらに逆立ちしながら回転したり、後転をしてから逆立ちしたり、平均台の上でやってしまったりするのだ。そこへ競争原理を盛り込んだのが逆立ち走り競争。順次で、よーい。距離にして10メートル、バランスを崩すことなどはなく15秒ほどで走り抜けていく。意気込み通り、園児たちが目指すのは1位のみ。そう、この環境設定こそが子供がやる気になるポイントだと横峯は言う。園をね、やっぱり代表してその戦うわけだから、全ての子供が本気で競技に取り組みますよ。本気出して走ってこそ初めて運動能力っていうのが引き出せるんですよ。これが一番大事なんですね。続いての種目はブリッジ走り競争。保育って何か、遊びを超えるものか、遊びを補うものでなきゃいかん。だから当然前に曲げるっていう、ぶら下がるって出てくるけども、逆になるっていうことはないでしょ、運動の中で、遊びの中で。だから当然ブリッジが入ってきたっていうことです。飽きやすい子どもたちに日常の動きにないブリッジを取り入れている横峯式。毎朝園児たちは準備運動の中でブリッジのまま片手ずつ離すトレーニングを行っている。その日頃の成果を競い合う種目、それがブリッジ走り競争なのだ。その姿、圧巻です。
スーパーエンジを育てる横峯式の運動会。続いての種目はブリッジ走り競争。その様子がこちら。位置についてよーい、上手に戻って状態で10メートル先のゴールまで激走。この競技に込められた横峯の思いとは。手首の力を強くする。もう一つ、この腕のねじれが対応できる腕になっていきます。そうやって力をつけていく。だからずっとこう順序を踏んでるから怪我をしない。これをしっかりつけますと、あとは子供が勝手に自立するようになってるんですよ。続いての種目は 400m 走。なかなかしんどいよ。 400m 過酷、めちゃめちゃ過酷だけど、あの子供たちは3歳からね、毎日時間にして20分ぐらい毎朝走ってるんですよ。あの積み上げがあるから 400m こなせるんですね。そう、横峯式では毎朝必ずかけっこをする。しかもハンディをつけスタートさせ、ゴールで接戦状態に持っていくことで子どもの競争心を高めている。さらに運動会前は浜辺で特訓も。これは環境を変えることで子どものやる気をアップさせ、さらに砂という過酷な状況下で持久力も鍛える。これぞ横峯式教育法の真髄。エンジンはきつくないですか？足鍛えるためにはちょうどいいかな。だから馬とかもこういう砂場を走るんですよね。すると運動会に向けこんなことを言い出すエンジも。朝練するの？よいどん。なんと保育園に行く前に自主的に練習を始めたのだ。なんで朝練習を？早くなるから。そんなスピードだけでなく持久力も鍛え上げた彼らは、400m という大人でも息が上がるトラック一周の長距離を全速力で走り切れるのだ。過酷さゆえ 400m 走は一般的に中学校からしか行われない。その中学生の平均タイムは1分台。横峯式の保育園児のトップタイムは1分45秒。驚異的な速さ。息切れしてないよねこれ。全然きつくなかった。もちろん女の子も男の子と同じ 400m を競い合う。そのトップタイムは男の子よりも1秒早い1分44秒。そして 400m 走ってもこの余裕な表情。しかしこの後最終競技でスーパーエンジが涙。さらに関東の横峯式教育も調査。そこには都会ならではの独自の工夫が。横峯式は欠かすことができないですね。
種目は 400m バトンリレー。最近保育園で使用されているバトンは輪っかが一般的だが、ロコミネ式では大人と同じバトンを使用。そのわけは、輪っかは取りやすいですよね。子供のためには取りやすいっていう、やっぱりそれもレベル落としてますよね。みんな赤ちゃん扱い、保育園は。そうじゃないんですよ、社会の一部分なんだから。あの子供たちは天才ですよ。そんなバトンリレーの様子がこちら。何の支障もなくバトンを渡す。園児とは思えないバトンさばき。しかし、バトン渡しをミス。その失敗に横峯は、あれだって育ってますよ。悔しかったとか責任を感じたとか。そして大差が開いてしまっても決して勝利を諦めず、必死にゴールを目指したからこその悔し涙。なんてましたね、悔しかったみたいで。頑張ってくれたので、一人一人のあの本気に競技にチャレンジするあの姿勢って素晴らしいと思う。このことが小学校につながっている、確実につながっていく。集団にはいろんな子供がいる、考え方の違いもある。そこで問題とかトラブルがいっぱい発生するんですよ。それを自分の力で解決させてあげる、これが一番大事なの。そのことによって子供って心の力が育ってくるんですね。この日、喜びや悔しさを味わった園児たちはこの経験を糧に春小学生となる。そんなスーパー園児たちを育てる横峯式教育法、実はこのノウハウを導入している保育園は国内外合わせて360箇所、中でも関東にはなんと119箇所あることが判明。そこで関東の横峯式保育園も調査。今回は横浜の上大岡春風保育園に潜入。早速園内へ。すると横峯式の定番逆立ち歩きでお出迎え。関東の横峯式も1日のタイムスケジュールが本家鹿児島とほぼ一緒。横峯先生のところを全部取り入れさせていただいて同じようにしたい。もちろん毎朝行うかけっこでも、はい、1番、2番、3番、ゴールするときに必ず順番をつけ、子どもたちの競争心を高めている。3番とか2番になりたくなかったからさ、勝つぞっていう気持ちになってる。そして勉強の時間では、そろばんは年長からスタート。わからない言葉は自分で辞書を引く。本家鹿児島にも劣らない驚くべき集中力。関東の横峯式でも運動に学習に子どもたちのやる気はあふれていた。今はもう横峯式は欠かすことができないですね。さらにここ春風保育園では独自の工夫でさらに子どものやる気をアップさせているという。それは、園内を広く使えるよう教室の壁をなくす。これには2つの理由があるという。まず1つ目は、隣で音が鳴っていても勉強できるようにし集中力を鍛える。雑音の中でもお構いなし。そしてもう一つは、年長クラスのやっていることを下の園児たちがすぐ見られる環境にすることで、すごかった、
うん、めちゃだけだかっこよかった。うん、かっこよかった。子供たちの真似したがるという特性にスイッチを入れ、やる気にさせている。その環境で育った子供たちは、片手側転にブリッジ歩き、さらには1秒間隔で跳び箱を飛べるように。中には12段を飛んでしまう女の子まで。その高さ、身長よりも20センチも高い1メートル35センチ。このように横峯式を導入している保育園では、子どもたちがいかにやる気になるかを考えた独自の指導を行っていた。スパルタでできるもんじゃない、教えてできるもんじゃないんですね。全ての子どもがですね、天才なんですよ。そのことをね、分かってほしい。その証拠が楽しい。この気持ちこそ子どもがやる気になるスイッチなのだ。なるほど、相変わらずの、ね、横峯さんらしい教育法だと思いますけど、ね、どうですか、こう坂上さんも、ね、子供に教える立場ですけど、ああこの方針。いや、僕はどっちかというとやっぱ横峯さん側で、そのいろいろな事情で子供に気を使わなきゃいけない世の中ですけど、はい、それはすなわち子供の能力見くびってるようなことにもなりかねないんで。確かに、ね、ただやっぱ今の時代はやっぱ優劣がつくじゃない、はい、明確に、はい、僕運動会で順位のつかない運動会なんてクソだと思ってるから、はいはいはい、でもこれはちゃんと優劣つけるけど、はい、優劣つけたらやっぱフォロー必要な時代だよね、やっぱりね。そのままつけたままではなかなか僕らの時代とはちょっと違うのかな、うん、でも多分先生がそうやって泣いてる子とか、はい、ちょっと心がこう病んでる子にはやっぱ声をかけたりしてるんじゃないかな、やっぱりそれは。先生いかがでした？もうね、みんなに拍手を送っちゃう、拍手